はい、皆さんこんにちは。今日は2021年の、ね、5月の13日のタイヤの日ですね。何かいいことあるのかなと思いながら、まず1号を、ね、撮影しておきました。また1号は、ね、このいつも通りの3両編成ですね、まあ、固定編成みたいな感じで、まあ、考えてもいいのかなと思っておりますね。はい、名古屋車両区でございます。特に、目立った変化はないのかなとは思っております。どこの中は空っぽでしたね。ここにいろんな、ね、あの車両が、まあ、数日前から、ね、置いてありますね。はい、ここは電車が置いてあります。いつものことですね、電車が置いてあるのはね。で、なき3号も同じ車両でございます。同じ編成か、同じ編成でございます。はい、これはね、名古屋に到着しましたなき2号でございますね。今日はね、あの飛騨5号が取ることができませんでしたというのは、ね、なんか関西本線の名古屋到着がもう9時39分とかだったもんですから、ね、到着した時にはもう飛騨5号が出発していましたという状況でございます。さあ、そのところで今日の動画終了でございます。またね、明日も撮っていきます。よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。